日本フライ級タイトルマッチ10回戦を行います。赤コーナー、日本フライ級チャンピオン113の佐々木所属、新藤太志。このところ通算して6連勝、5連続 KO、 見事な成績です。3度目の防衛戦、青コーナー、日本フライ級1位、113の花形所属、岡田明美。昨年の A 級トーナメントフライ級の準優勝者、左右のフックを得意としています。ジャッジ赤尾和信、同じく内田朝和、レフリー森田健。この3人の審判によりまして、これから試合が行われます。解説は白井義雄さんと具志堅用高さんです。白井さん、はい、まあ、チャンピオンカーニバル、この今月から始まったばかりなんですが、楽しみな試合ですね。本当にそうですね。またこのカードはね、またいいカードですよ、はい、今日朝の計量で両選手ともリーチといっぱいだったんですが、チャンピオンの進藤は実は今日は午前10時の計量だったんですが、ちょっと遅れてしまいまして、しかも、まあ、はかりに乗った後 150g オーバーということで、その後ちょっと体を動かしてもう1回1時間後に、計量を行いまして、まあ、ようやくをパスしたと、そういったことがありましたが、まあ、チャンピオンは、計量に1回でパスをしなかったのがこれが初めてだったということで、ちょっと多少なりとも動揺の色が伺いました。なるほどね。白いトランクスがチャンピオンの進藤です。そしてブルーのトランクスが初めての日本タイトル挑戦という岡田。いや、岡田もね、スピードがありますね。はい、よーよー、寝てますよ。正義ですね。はい、ワンツーです。左パーガスト、チャンピオンです。矢口健さん、最初から両選手とも何か持ち味を発揮しているなという感じがしますね。そうですね。いや、もう本当に素晴らしい両者とも立ち上がるですね。はい、もうチャンピオンのこの足の動きが素晴らしいですね。もうこのチャンピオンというのは器用なんですよね。はい、よりね、あのいろんなとこから手を出すね、そういうところがなかなか立派なもんですね。左フックです。岡田、それとあの挑戦者の岡田君、はい、あの左フックはすごいね、強打だね、この左フックは。はい、右ストレート、それとね、また強気ですよ、はい、このチャレンジャーはね、やはりいかにもチャレンジャーらしい、そんな動きで相手を追ってまいります。岡田、変化、いい感じで出てますよ。お、見上げた、岡田、強い感じです。すごいですね、チャレンジャーの岡田、すごい感じです。ものすごい試合です。ちょっと、ね、ちょっと打たれすぎましたね。打たれてますよ。ちょっとチャンピオン、少し悪い差が出ているかわかりません。右アッパーカット、具志堅さん、目が離せませんね。そうですね、もう最高の試合ですね、フライ級のね、最近 の、 あのタイトルマッチの中で、はい、今日は最高の試合ですね。青パン、左が当たりました。何かこうガッツファイティングの幕開けとしては、もう最高の何かカード、そんな両者の戦いぶりです。チャンピオンのね、シードがこんだけ打たれるのは見たことないですね。そうですね、1回目にね、もともとね、少しあのガードにちょっと弱点はあるというこの振動なんですが、大体この人はうまくて強くてね、KO しちゃってるんですけどね、今日はちょっと打たれてますね。はい、第1ラウンドからお互いに非常に激しいパンチで押してる。右、左、右がパカッと、どっちがどうだ、強い、強い、チャンピオンダウンを奪いました。大方がダウンを奪った、チャンピオンダウン、チャンピオンダウンです。ここまで5連続 KO 級のチャンピオン、第1ラウンド終了間際ダウン、どうだ、大丈夫か、岡田チャンスだ、時間は少し余りない、チャレンジャー構成だ、ここで第1ラウンドが終わりました、ここで第1ラウンドが終わりました。いやー、どうした、それではここでリングサイドを紹介してまいりましょう。
明けましておめでとうございます。今年もガッツファイティングどうかよろしくお願いします。改めて放送席は日本で初めての世界チャンピオンの白井義雄さんと、それから世界タイトル防衛記録13回という不滅の金字塔の冠橋こと具志堅用高さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや白井さん、まあ第1ラウンドからものすごいチャンスになりました。いや驚いた、よもやと思ったんですけどね、本当にダウンしちゃってますね、まあ、しかしこの子は分からないですよ、若いしね、復帰して反対になるか分からないですね、はい、さあ具志堅さん、チャンピオンがまず吹っ飛んでダウンをしてしまいましたが、そうですね、この試合はやっぱりなんかノックアウトで決まりそうだね。そうですか。まあ進藤と言いますと、先日 の9月に行われました2回目の防衛戦で天翔安明と試合を行って7回のダウンの応酬の末 KO で勝った、そういった実績を持っていますが、そうそう、あの時も大変派手な試合でした。白井さん、はい、チャンピオン の, そのどうでしょうか、ダメージなどは動きから察して、今感じるのはねあんまりないような感じですけどね、タイミングでね、はい、倒れたのはねあんまりね効かないんですよね、審判では効いてないんじゃないかと思うんですけどね、はい、どうでしょうか、精神的なショックね、これはあると思いますね、まあ、今までもやはりダウンという経験は何だとあるそのチャンピオンなんですが、チャンピオンのパンチ、チャレンジャーが応酬してまいります。左ダブル、岡田の左のフックは強いですね、そうですね、まあ、本人は左右のフック、特にあの左のボディのレバーをえぐるパンチ、これが大変得意だという話をしていました。チャンピオンの右、いや初心者は目切りましたね。あ、左の目切りを切りました。岡田君は目切りましたね、岡田もともと少しあの辺りはよく切るということは言っていましたが、ちょっとこれは心配です。大きいですよ、この傷は。とレフリーの森田健がドクターにちょっと、チェックをしてもらいます。第1ラウンドはダウンを奪って交渉をかけてまいりましたチャレンジャーの岡田。少し左上げ、これは偶然という形で平井さん、はい、切ったという感じでしょうかね。まあ、ちょっとね僕は見た目じゃ分からなかったですね、偶然の場合には試合前半は、引き分け、それから後半に関しましては回転スコアカードによるということになりますが、どうやら大丈夫のようです。さあちょっと具志堅さん、はい、その目の傷はやはりハンデにちょっとチャレンジャーになりますね。そうですね、どうしても別に目に入りますからね、はい、進路はそこに顔面パンチを振ってまいります。それと目を切ったらですね、焦りが出るんですよね、はい、今回チャンピオンは昨年の12月の28日から1月の4日まで約1週間下田でキャンプを張ってまいりました。初めてのキャンプ、そして走り込みを行ってまいりました。よく手が出ています。右のダブル、出血は依然として続いています。チャレンジャーの岡田ケリー、今日のチャンピオンはね、いつもあの見るチャンピオンとね、ちょっと違ったね、あの攻撃が荒いですね。あ、そうですか。荒いからね、打つけど打たれると、こういうあれがね、先ほど打たれちゃったんですね。はい、今チャンピオンに上がった連打です。チャンピオンの構成だ、チャンピオンのパンチ上がっています。チャンピオンの打ち合いだ、どうだ、チャンピオン構成が2発上がった、2上がった、もう一回右、チャンピオンもだいぶ自信を深めたようです。パンチは上がっています。ちょっと右、チャレンジャーも最近のチャンピオンの試合は荒っぽいという話はしていましたが、でもこれは大変な試合です。チャンピオンが乗ってきたんですね。はい、ワンツー、よっか、右アップ上がった、ショートの右、よく顔面を捉えています。チャンピオンのパンチ、2500人の後楽園ホール、大変な盛り上がり、ものすごい打ち合い、日本フライ級のタイトルマッチ、ここで第2ラウンドがようやく終わりました。第40代の日本フライ級のチャンピオンの進藤太が映っています。これが3回目の防衛戦、21歳というこれから将来を嘱望されている日本チャンピオンです。昨年は5戦しまして5勝5 KO 通算6連勝、素晴らしい成績で今回3度目のチャレンジを受けております。進藤、しかし第1ラウンドダウンを喫しましたが、第2ラウンドは猛反撃、この後第3ラウンド以降どんな展開。さあそれでは第2ラウンドの進藤のものすごいそのパンチの数、
三地雨あられ、そんなシーンをご覧いただきましょう。岡田が左の目尻の上を切りました。ハンデもありました。そこを襲いかかるようによく捉えております。さすがに21歳、もう若者元気いっぱいといった感じのボクシングぶり。1ラウンドにダウンを切った選手とは思えないような試合ぶりです。今日の後楽園ホールは2500人、とにかく満員でありまして、今日の日本フライ級タイトルマッチをもう時間しても生で見てやろうというお客さんでもう目いっぱいに膨れ上がっております。まあ、期待以上の試合さん、ものすごい打ち合いですよね、今日は。そうですね、しかもね、チャンピオンが1回に、ね、ダウンしたなんてのはね、お客さんが、ね、思いもしなかったことね、はい、これが、ね、で あったんですからね、まあ、しかも今度は2回目はね、はい、今度は反撃してポイント取ったと、ここでお客さんがわーって来てるんですね、はい、1、2、3、3発当たりました。まあ、この辺が振動が非常に人気があるという、まあ、そういったところでもあるわけですが、宮沢さん、はい、岡田選手の傷に関してドクターの所見なんですが、左まぶたを長さ3センチ深さ5ミリにわたって切っています。あ、そうですか。そしてこの傷はバッティングではなくて、パンチによって切れたものです。あ、なるほど。しかも古傷ではありません、新しい傷です。あ、そうですか。でかなりこの後も血が出そうだということです。あ、なるほど。パンチによるということは、これはもうこのままストップしてしまいますと岡田選手が負けてしまうわけですからね。まあ、そういう意味ではね、岡田がね、あらゆる力をね、ここでバーッと出してですね、はい、これ最後までできないかもんですね、そうですね、チケット取るほど、はい、やっぱりハンデを握ってますからね、はい、ブルーのトランクスがチャレンジャーの岡田。具志堅さん、どうでしょうか、はい、チャレンジャーのその後の動きは。うん、そんなには悪くないですね。そうですか。はい、ただ左目がね、はい、やっぱり気になると思いますね。まあ、岡田は今までは本当にタフでもってその打たれ強さ、これに定評があった選手です。それとやはり左目ですからね、得意とする左フックがね、はい、空振りがあるんじゃない、すると思うんですよね。なるほど。あ、飛び切りカウンターです。当たりました。カウンターになりましたね。顔面を捉えました。岡田のパンチです。岡田のパンチ、もう一回左に当たりました。チャンピオンもパンチは当てますが、相手のパンチもちょっともらいます。今日のチャンピオンはね、ちょっと打たれるんですね。はい、まあ、もともとちょっとガードに多少なりとも甘さはあるこの振動なんですが、ちょっとパンチをもらっています。で、今日の相手はですね、チャンピオンはやっぱり左のね、右のガードをやっぱしっかり上げないとダメですね。あ、なるほど。多分セコンドがね、そういう指示を送ってると思います。なるほど。もちろんね、やっぱそうだろうと思うんですね。はい、やはり右のガードが低いですね。ここを打たれてますね。左フックをまたちょっと岡田が目の当たりを気にしています。いやー、チャンピオンはこんだけ打たれるとは思わなかったね。そうですね、はい、ショートの右です。もう一回打ちました。向井リポーターからも岡田の目がこの後も心配だという話が入っていました。相変わらずちょっと出血はしているようです。は出ています。ここで今第3ラウンドが終わりました。さて、青コーナー、チャレンジャーフライ級1位の岡田明宏が映っています。23歳です。戦績は16戦しまして10勝4 KO 3敗、3つの引き分け。それでは岡田のカウンター顔面を捉えたパンチを今ご覧いただきました。このような形で左右の服がよく当たっています岡田。ただこの目のあたりの故障、怪我、これが大変に新しい年を迎えまして、今月から始まりました第15回のチャンピオンカーニバル、この1月から4月にかけまして13階級の、そのタイトルマッチが行われるわけですが、今日は第2戦ということになります。チャンピオン対1位というこれ以上ないフライ級のカード、岡田明宏が映っています。昨年の、11月に A 級トーナメントフライ級の決勝でザカビ・カツノリと試合を行いまして、試合は8回の引き分けだったんですが延長戦を行いまして、まあ、その時に結果、レフェリーストップを送ってしまいまして勝者扱いにならずに結果的には負けてしまいまして、準優勝に終わっていますが、まあ、その時には負けにもかかわらずに敢闘賞を獲得しています。頑張り屋の岡田、おっと左右の服を振ってまいります。挑戦者の岡田君はですね、はい、やっぱり体にこのバネがあるんですよね。パンチが切れるんですよね。はい、すごいパンチ持ってるよ、本当に。おー、左ボディーブロー、これ、トゲのパンチです。あー、左ピッチャーだった。相当強い。
相当強い感じです。あったですね、足を止めて打ち合ってくれればチャンスはと言っていました。岡田打ち合いに持ち込んでいます。チャンピオンもパンチを返す。チャンピオンとしても非常に苦しい防衛戦になりました。3回目の防衛戦打たれてますね。2回目の防衛戦での選手を優しく戦でも大変な試合を行いました。7度のダウンの応酬がありましたが、今日はそれ以上のまた激しい試合となっています。日本フライ級のタイトルマッチ、チャンピオンのパンチです。ショートのパンチ、強いパンチ、身が当たりました。ちょっと岡田の動きが少しどうでしょうか。しかしチャレンジャーパンチを返す。ショートの右を打った、向かい左ダウル、うまい、強いパンチ、打たれますね。お互い2連打、チャンピオンピンチですよ。どうなるか全く分からないといった感じです。足を使うことがいいですね。振動が少し足を使った。オーカー危ない、チャンピオン危ない、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 チャンピオンのパンチを返す。全く両選手休むことを知りません。よく比べています。練習量は物語っています。後ろ右のストレート、おーっと一発が3発、チャレンジャー具志堅さん、はい、この打ち合いどちらに図があるでしょうか。それ、まあ、打ち合いがあの互角なんですよね。あの進藤君がですね、はい、やっぱり離れた時が怖いですね。なるほど、はい、お互いによく手が出ています。進藤もどうでしょうか。ちょっと目のあたりを気にしていますが、気が出ていないか。ダブルです。あーと進藤も右のネジリから手を出しました。いや横田のはね、クリストがあるんですよね、グラッとくるでしょ、こういうパンチが目立つんですよね。そうですね、チャンピオンがバランスを崩します。それで顎を上げるでしょ、こういうのは見た目があるんですよね。両選手とも血を流す激戦です。流血戦、ここで今第4ラウンドが終わりました。ここまで大健闘の岡田、いや大変な試合です。それでは岡田選手の連打をここでご覧いただきましょう。タイトル初めての挑戦、この試合にかけてまいりました。意識はいつもとは全く違います。相当タイトルに向かって意識をしていると語っていた岡田、よく手が出て左のフック左右、強烈なパンチがなんとなくチャンピオンに浴びせかけられております。大変な試合、打撃戦の、日本フライ級のタイトルマッチ。右側赤コーナーが名門の笹田金としましては、実にこれが19年ぶりの16人目のチャンピオンと昨年3月になりました進藤太志。一方の左側花形ジムの岡田明宏は平成4年3月ジュニアバンタム級のチャンピオンだった北澤通春以来のジムとしては2人目のチャンピオンを目指しています。第5ラウンドが始まりました。進藤が右目を、それから岡田が左目をカットしています。この試合血を流しながらの試合となっています。ワンツーです。左右のパンチです。ちょっと白井さん、このランダー少し落ち着いている感じがありますが、どうでしょうか。立ち上がり、そうですね、まあ、あのチャンピオンがですね、右のガードをね、もう必要以上に上上げていることね、これが目立ちますね。なるほど、相手の左腹をね、警戒していると、ということなんでしょうね。これを下げちゃうとダメなんですよ、チャンピオンとしてはガードとそれから下半身からしっかり打つこと、もうこれを常に課題として練習を行ってまいりました。左ワンツー、チャンピオンもですね、右の目の上ですか。そうですね、切ってますね、宮田さん、このチャンピオンなんですけども、右の目尻の先の方を切ってると、いうですね。ただ今のところは、血は目の中には入ってはいないようですが、血は目の中に入らないということをね、隊長が言っていました。あ、そうですか、第5年後アッパーカット。岡田も、今日はノックアウトではなくて、とにかく判定でも10回戦やるつもりで、10回戦って勝つつもりで練習をやってきたと語っていました。したがって練習量はもう十分すぎるぐらい十分なんです。左当たった、強いパンチなんですね。顎が上がるんですね、もともと振動はパンチをもらいますと多少ね、いつもこう顎が上がったりするわけですけど、
具志堅さん、お互いに出すパンチが当たりますよね、これは。そうですね、それはあの正確なんですね、パンチにね、はい、まあ、しかもね、もうまれに見るね、好ファイトですね。そうですね、はい、大変な試合ですね。それとやっぱり両者ともですね、これチャンピオンカーニバルということとやっぱりタイトルマッチですからね、本当にあの両者ともね、やっぱりいいファイトするからですね、こういう面白い試合になっちゃうんですよね。だからまあそういう意味では今日のお客さんはね、もう本当に魅了しますね。そうですね、はい、まあ今年最初のガッツファイティング、まあ、これ以上ないカードになりました。フライ級のタイトルマッチです。しかしあのチャンピオンはね、はい、あのやはり今回はこれちょっと苦戦はしてますね、本当に挑戦者がこんなに強いとはね、はい、びっくりしたんじゃないですか。ブラックラックスですもんね、まあ、相当チャンピオンとしても相手はタフだという話は、聞いているという話はしてましたが、粘られております。ここで今終わりました。前半の大分何回かあるかも分かりません。この試合にかけている両選手、さあ後半の第6ラウンドに入りました。白井さん、はい、お互いにどうでしょう、進藤選手としてはどのようなこのボクシングで活路を見出していけばいいんでしょうか。まあ、これおそらく進藤はですね、おそらく相手がもう思ったよりパッチがあって驚いていると、こういう割でね、これはもう絶対に打たせないっていうような気持ちでいるんでしょうね、はい、おっとちょっとよろっとしましたチャンピオンです。当たりました、岡田、右アッパーカットチャンピオンです。ワン・ツー・スリー・フォー、ボディ、得意なボディだ。具志堅さん、はい、チャンピオンとなりました3度目の防衛戦、後半に向けてちょっと苦しい試合展開にじわじわっとなってきているような気がしますが、どうでしょう。そうですね、あのいつもの進藤君の良さが出ないですね。あ、やっぱりもう足を使ってですね、もっと、おっと右上がった、今の右上がいいぞ、カウンターに右の引き寄せてまいりました。しっかり攻めて、もう一回引き具合はどうでしょうか。もう一回ガスは当たります。進藤のパンチ、あいつが打った後もあの、ね、怖いぞ、打った後が怖いんですよね。何かフライ級の試合とは思えません。もっともっと何か重い階級のハードパンチャーとした試合、チャンピオンは足を止めています。ワン・ツー・スリー・フォー、岡田は足を止めてくれればチャンスだという話をしていましたが、いや、両選手ともそのワン・ツー・スリー・フォー、ファイブぐらいまでパンチが出ます。右、あっと、左あと、追いつかった、チャンピオン危ない、チャンピオン危ない、左引く、ショート効いている、岡田チャンスです。もう本当チャンピオンね、大ピンチですね、そうですね。しかしね、チャンピオンも気が強いからね、もうこういうのを跳ね返すこともね、はい、何回かやってますからね、本当に壮烈な試合だ、本当に。そうですね、どちらも完勝ですが当たります。この試合右アッパーカット、左側チャンピオンの進藤、右側ブルーのトランクスがチャレンジャーの岡田、進藤か岡田か、今年の幕開けとしてはもう最高の試合です。連打チャンピオン、左スクワット、ここで第6ラウンドが終わりました。昨年のこの進藤なんですが、樋口雄一、それから日本タイトルマッチではチャンピオンの小林博史に、それから1回目の防衛戦ではチャレンジャーの、中大谷隆、それから同じくチャレンジャーの天翔康明に KO、 そして一番最近の試合は昨年の11月の22日にノンタイトル戦で片指宝石のアマチュアの、チャンピオンとして鳴らしました浅沼光に5回 TKO で勝っておりまして、ずっとここまで昨年は5連勝でもって5連続 KO という素晴らしい成績を残して今日の試合に臨んでいます。
宮田さん、はい、そのチャンピオン最後なんですが、チャンピオン本人よりもですね、セコンドの声がかなり興奮してきましたね。そうですか。やはりあの具志堅さんとか白井さんがおっしゃる通り、左のガードを上げろと、相手の右を打たれるなと、右を合わせて先に行け、打たれるな打たれるなということを言ってますね。あ、そうですか。はい、やはりガードのあたりはもともとこの人のその課題ではあったんですが、やはり相当注意はしているようですね。見たいですね。宮田さん、はい、一方青コーナーはですね、ここまで非常になかなかいいパンチが当たっているし、こっちはスタミナも十分あるし、非常にいい展開だと言っています。ただ目の傷で止め試合を止められるのは怖いんだけれども、一応それこれ以上深くはなっていないので大丈夫でしょうということです。なるほど、はい、なんとか目の出血だけは避けてほしいものです。もうこのままやはりね、ずっと、決着がはっきりつくまで試合を行ってほしいと、そんなもう気持ちでも本当にいっぱいです。ワンツーです。ちょっとどうでしょう、チャンピオンのスタイルが変わりましたか。ちょっと迎え撃ちをしてですね、まあ、カウンターカウンターって、足を軽く使ってですね、そして打ってますね。はい、岡田も強いパンチです。全然パンチの強さ衰えていません。岡田ってのはね、銃撃にパンパンパンって打ってきますからね、それをまた打たれちゃうんですね。はい、パンチで追いします。チャンピオンの進藤、右のストレート打ち抜いた。あっと岡田の目の出血がまた少し激しくなってまいりました。進藤の方は今のところは全く目には入っていません。大丈夫です。チャンピオンの指示はね、そんな深くないです。おっと、右のパンチから左、岡田の必要な攻撃です。血が一層激しくなってまいりました。岡田顔面のパンチ、ワン、ツー、スリー、フォー。岡田の左の食ってのは破壊力があるんですね。そうですね、実証して 4KO なんですが、まあ、それ以上の破壊力を感じます。あの体ごとぶつけてきますからね。ね、ウエイトが乗ってるんですね。しかしこの挑戦者の岡田君はこの傷、目の傷でね、よく戦ってますよ。はい、これは相当ハンディがあるんですよね。大変なものがありそうですね、これは。いや、本当に血だらけっていうことですね。ここで終わりました。ここで今第7ラウンドが終わりました。まあ、なんとか傷を止めたいですね。はい、チャンピオンの進藤太が映っています。かつては、ファイティング原田、それから海津文雄、あるいは斉藤製作、タコ八郎さんですね、それから武蔵中野、ライオン古山、牛若丸原田など、とにかく16人のチャンピオンを作り上げてまいりました。名門の、佐々木ジムの出身のこのジムの所属のこの進藤太です。これから第8ラウンドに入ります。進藤が映っていますが、今回の試合に備えまして、あまりあれこれ考えずに集中力を持って、リングに上がってからいろいろとその相手の動き次第で考えてボクシングをやりたいと語っていました。進藤が第1ラウンドに思わぬ形でダウンを喫しました。さあ、これから第8ラウンドどうでしょうか。あの第1ラウンドのダウンがやはり白井さん、採点の上ではかなり引きずってる感じがあるんでしょうか。まあ、そうなんですけどね、まあ、なんて言いますか、進藤がね、だんだんとね、あれしてですね、今僕はイーブンになってますね。そうですか。はい、私はですね、具志堅さん、ここまでどうでしょうか。そうね、やっぱりチャンピオンが追い上げてきたっていうかね、やっぱり今並んでるんじゃないですか、イーブンの。そうですか。まあ、しかし稀に見るね、接戦ですよこれ。そうですね、したがってこの後のスタミナ、それからボクシングぶり、まあ、これがで何か、勝敗の明暗が分かれそうです。大変大事な両選手とも終盤と言えますこの試合。チャレンジャーのミドパンチが当たりました。ワン、ツー、ここまで来てまだ挑戦者のパンチはね、はい、衰えてませんか。はい、勢いはありますか。うん、
勢いありますね、はい、ちょっとチャンピオンの目尻のあたりの血も少し目には入っていないようですが出てきています。それ以上にこの岡田の表情、顔面真っ赤です。チャレンジャーの構成か、チャンピオンが迎え撃ちます。ワンツー、かなり精算な試合となってまいりました。ああ、これはね、行きましたね、はい、あの右から左の太強い強いのチャレンジャー一発目のチャンピオン、レーダーと右、ああ、これは強い、これはスイングです、スイング、もう一回チャンピオンに対するものすごい執念、それが伺います。あーだーだった、3発当たった、クリストですね、3発当たりました。チャレンジャーのパンチです。ガードの注意が再三行われているというチャンピオンサイドなんですが、岡田が容赦なくパンチを振ります。振動の失脚も激しくなってまいりました。まあすごい試合になりましたね。そうですね、あーダウン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 、立てるかどうか、時間はあまりないがどうだ、頑張りきればどうやら持ちそうだが、どうだどうだ、持ったかな、残りはあともうほとんどない、ないチャレンジャーが猛烈に猛烈に猛烈にダウンをしているのとどうでしょうか。あ、ダウンを、ダウンを取っている、ダウンを取っています、ダウンを取っている、ダウンを取っています。あっと、これは相当しもろ、どうだどうだ、ストップだ、KO ですね。岡田見事、見事タイトル発表戦、難攻不落、新進気鋭の新道卒を破りまして第41回日本タイトル見事に獲得。花形ジム、実にこれが2年ぶり2人目の日本チャンピオンの誕生です。大変な試合でした。いやー白井さん、はい、最後はものすごい形の決着でした。いやいや本当にすごかったですね。まあとにかくね、挑戦者の岡田君ね、はい、足裏のごとくね攻めて、最後にやっぱり打ち勝ったんですね。大したもんですね。しかしボクシングはパンチの強い選手っていうのは怖いね、はい、最後まで目を離せないですね、はい、いやしかし新藤選手も本当に1ラウンドダウンを喫しました。その後よく手を出したりしましたが、平井さんいかがでしたか。いや私はね、試合前ね、ヒートがね、よもやね負けるとは思わなかったんですよ、いややってるうちにね、あらっと思ってねいたんですが、最後にやっぱりね、KO負けしちゃったんですね。今 TBS の、ボクシングのプロデューサーの木村真一より、勝利者トロフィーが贈られたところです。具志堅さん、はい、今日のタイトルマッチ改めて振り返りましていかがでしょうか。そうですね、私は両者とも1ラウンドからやはり積極的にボクシング、自分のボクシングやったから、やっぱりそういう面白い試合になったんじゃないですかね。またチャンピオンもね、そうそう、よく頑張ったと、うん、本当ね、今岡田選手の両手が高々と上げられております。ここまで、ジャッジの浅尾は2ポイント振動、それから森田が1ポイント岡田、それから、内田が1ポイント岡田という形だったわけですが、大変な試合で、結果、第8ラウンドにこの岡田博選手が見事にタイトル初めての挑戦で、新藤太を破った試合をご覧いただきました。それでは新チャンピオンで伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。ものすごい試合でした。実は大丈夫ですか。なんでか、第2ラウンドで早くもカットしましたけれども、どんなふうな気持ちで試合をやってみました。いや、なんとかみんな会場とかトレーナーの人たちがうまくちょっと処置してくれましたんで、なんとか大変できました。花形ジムからは北澤鈴原選手以来本当に久々の日本チャンピオン誕生です。本当信じられないです。これからも精進して頑張って強いチャンピオンになってください。ありがとうございました。